リアムボイスは、北、アイルランドベルハスト出身のプロサッカー選手。北アイルランド代表、ハートオブミドロシアン FC 所属。ポジションは、フォワード。地元クラブのクリフトンビル FC でキャリアをスタート。2010年8月、ベルダーブレーメンに移籍したが、トップチームでの出番は、全くなく、リザーブチームで3試合に出場したのみで2012年1月に、クリフトンビルに復帰した。 2014年6月、ロスカウンティ FC に移籍。2015年4月のセントミレニ FC 戦で、トップリーグでは、クラブ史上初となる、ハットトリックを達成した。2016から17シーズンは23ゴールを挙げ、リーグ得点王に輝いた。2017年6月、チャンピオンシップのバートン・アルビオン FC に移籍。しかし、それからわずか1週間後に膝を、負傷。 2017-18シーズンの大半を棒に振ることになった。2020年1月、ハート・オブ・ミド・ロシアン FC に3年半の契約で移籍した、アンド・スコード・ザ・ウィニング、ゴール・イン・ザ・ハチ・サード・ミニット・オブ・ヒズ、デビュー・アゲン・ストレンジャーズ。U-19 年代から北アイルランド代表に選出されている。2011年1月、A 代表初招集。 2月に開催されるネーションズカップ参加メンバーに登録された。同大会のスコットランド戦で72分にナイアル・マッキンと交代し初キャップ。2017年6月にウィンザーパークで開催された親善試合ニュージーランド戦で代表初ゴールを挙げた。ありがとうございます。